公共曲第6番へ、蝶々作品68は、ドイツ古典派の作曲家、ルートビヒ・バンベイ・トーベンが1808年に完成させた6番目の公共曲。作曲者によって、伝園の表題が付されている。演奏時間は約39分と紹介する例があるが、反復の有無、指揮者の解釈や時代による演奏様式の変化により演奏時間には幅がある。 古典派公共曲としては、異例の語学賞で構成されており、第三楽章から第五楽章は連続して演奏され、全曲及び各楽章に美容者的な表題が付けられるなど、ベートーベンが完成させた9つの公共曲の中では、合唱を導入した公共曲第9番と並んで、独特の外形的特徴を持つ。また、徹底した、 同期展開による統一的な楽曲構成法という点で、前作公共曲第5番と共に、ベートーベン作品の一つの究極を成す。ハイリゲンシュタッター公演のベートーベン像アルメノック、デアムージーキソールシャフトに描かれた、伝言公共曲を作曲しているベートーベン第6。公共曲は、ベートーベンの公共曲の中で表題が記された、唯一の作品である。 ベートーベンが自作に表題を付した例は、他に、国別ピアノソナタなどがあるが、極めて珍しい。特にこの第六公共曲は、ベルリオーズやリストの表題音楽の先駆をなすものと、見られている。表題は、初演時に使用されたバイオリンのパートフに、ベートーベン自身の手によって、シンフォーニア・パストレッラあるいは、田舎での生活の思い出、絵画描写というよりも、 感情の表出と記されている。また、各学賞についても次のような表題が付されている。田舎に到着した時の愉快な感情の目覚め、小川のほとりの情景、田舎の人々の楽しい集い、雷雨、嵐、牧歌嵐の後の喜ばしい感謝の気持ちこれらの表題は、学府以外にも認められ、1808年12月17日付。 ウィーン新聞に掲載された初演演奏会の予告には田舎の生活の思い出という副題が見られる。ベートーベンが使用していたスケッチ帳にも同様の記述があり、性格公共曲あるいは田舎の生活の思い出とされ、シンフォーニア・パストレラは音による絵画的描写ではなく感情の表現であることが強調されている。ベートーベンが 絵画的描写ではなく感情の表出と強調したことについては以下の理由が挙げられている。一つには、ベートーベン自身の理想主義的な作曲理念からのものであり、模倣のための模倣である描写語法を安易なものとして退け、音楽的脈絡や全体的構成の中で不可欠かつ必然性を持たせること、言い換えれば、描写語法のより高い次元での用法を目指したのである。 スケッチ帳に書かれた性格公共曲についても同様であり、この言葉は創作者の世界観を表す純音楽という意味で用いられている。ベートーベンは誰でも田園生活の考えさえあれば多くの説明がなくとも作者の意図するところを自ら考えることができると言って表題を詳しくすることを避けた。もう一つはベートーベンの作曲当時までによく書かれていた。 自然描写音楽へのアンチテーゼである。その典型的なものとして、ベートーベンより少し早い世代の作曲家ユスティン、ハインリヒクネヒトに十5の楽器のための自然の音楽的描写という表題音楽があり、この作品の5つの楽章は本作とほとんど同じ表題を持つ。また、クネヒトには雷雨によって妨げられた牧人の喜びの時というオルガン作品もあった。 ベートーベンがこれらの作品を知っていたかどうかについては、現在まで確認されていないものの、田園公共局との表題内容との一致から、ベートーベンがこれらの先行作品を意識していたことは、ほぼ確実と考えられている。ベートーベンは田園を好み、ウィーンでは近郊を歩き回り、夏には田舎に生活して、大自然に親しんだ。彼のスケッチ帳には、森の中で自分は幸福だ、金々は語る。 何時を通して、おおかみよ、なんと素晴らしい。どの木もみな自分に語るではないか。聖なるかな、聖なるかな。森の中は、甲骨たりなどと書きつけてある。日本の音楽評論家、門ンマ直ナは、こうした心情を音楽で語ったのが、この第六公共曲であるとする。ベートーベンによる公共曲第六番のスケッチ千八百七年、暮れからスケッチが開始され、第五公共曲が、 ほぼ完成した後の1808年初春から1808年初秋にかけて作曲された。従来、公共曲第5番と第6番は同時期の作曲と見られていたが、ベートーベンのスケッチ研究の成果によって、両者の作曲時期はそれほど重なっていないことが明らかにされている。第6番のスケッチは、主として1808年初頭から同年9月頃までに、ベートーベンが使用していた。 パストラールシンフォーニースケッチ帳で確認できることから実質的な作曲時期は1808年春からの約半年間である。一方、同スケッチ帳には第5番のスケッチは全く現れておらず、第5番は前年の1807年中に筆が進められ、1808年の初頭には仕上げに入ったものと考えられる。過去の研究では19世紀の音楽学者、 グスタフ・ノッテ・ボームによって、第6公共局のスケッチは1806年に始まり、翌1807年夏頃から本格的に取り掛かり、1808年に仕上げに入って、同年6月頃完成とされていた。こうした事情から、これまで、田園公共局に対する見方は、運命公共局との比較論が中心で、両局の性格の相違が強調される傾向にあった。例えば、 運命での極度の精神的緊張、想像力の爆破しかし、このような情緒的解釈は、公共曲様式の革新性において、第5番に劣らない本作の意義を見落としかねない。なお、1803年6月頃から1804年4月頃まで、使用していたランツベルクロックと呼ばれるスケッチ帳に、第6番の主題のわずかな方がを見ることができる。 1807年7月から8月にかけて使用されたタン町ミサスケッチ町にも第6番第1楽章の主題に発展する原型が見られるが、これらはすべて断片的であり、本格的な創作はパストラールシンフォーニースケッチ町使用期と見られる。1808年12月22日、オーストリアウィーンのアンデアウィーン劇場において、ベートーベン自身の指揮によって初演。 第5公共曲やピアノ競奏曲第4番、合唱幻想曲などと共に演奏された。この時、本作は第5番とされ、現在でいう第5番が第6番となっていたが、1809年に出版されたパートフでは、現在の番号となっている、ロプコビッツ公尺、ラズモフスキー伯尺に検定された。1809年5月に、還元楽パートフ、 1826年5月に、創部が、共に、ライプツヒのブライトコプフーンとヘルテル社より出版された。前作第5番と比較すると、コントラファゴットが使用されず、トロンボーンは3巻から2巻に減少しているものの、通常の2巻編成に加えて、ピッコロやトロンボーンが使用されており、これらの楽器の定着化と、楽器編成の拡大が推し進められている。 新しい公共局形式として語学賞構成が試みられている。この時期のベートーェンは学章構成上の有機的な統一感を追求しており、前作第5番同様の切れ目のない学章連結を受け継ぎつつ、ここではさらに徹底して、第3学章以降の3つの学章が連結されている。第4学章の嵐は実質的に第3学賞と、 第五楽章の間の長い挿入句であり、公共曲全体の中で果たす役割は、そなた形式の展開部の機能に似ている。このことは、ベートーベンは、田園公共曲において、そなた形式の構成を作品全体に拡張しようとしたとも言える。第一楽章、第一主題とその同期展開、田舎に到着した時の愉快な感情の目覚め、アレグロマノントロッポ、ヘチョウチョウ、 4分の2秒しそなた形式。弦の他は、木管とホルンのみが使用される。チェロとビオラの5度の補足音の上に第1バイオリンが、第1主題を出す。4小節で独立しており、半周子のフェルマータは、第5公共曲の冒頭と交応している。木管の三連符とバイオリンの計画で、都庁長調となり、第2主題は、波庁長調。4小節の単純な句が第1バイオリンから次第に、 低い弦に移っていく。展開部では、徹底的に、第一主題動機を扱う。変度長長から二長長、都長長へと転調しつつ、主題の動機を36回繰り返す。一段落すると、今度は、都長長から、補長長、異長長へと転調しつつ、同様な反復となる。再現部では、第二バイオリンとビオラによって第一主題が示される。四小節目の半周詞の代わりに、 第5小節から第1バイオリンの警戒なくが現れるが、これは第5番の第1楽章再現部での応募への序章句と同様の筆法である。第2主題では型通りに、へチョウチョウを取る。コーナでは展開部と同じように始まるが、すぐに転調して、木管と弦の掛け合いから弦のみとなり、クラリネットとファゴットの重奏、バイオリン、フルートと続いて、全合奏で終わる。 第二楽章、決備での小鳥の模倣部分、小川のほとりの情景、アンダンテモルトモッソ、変動蝶々、8分の12秒しそなた形式。チェロとコントラバスのピチカートに、第二バイオリン、ビオラ、独奏チェロが、小川のせせらぎのような音形を加え、その上に、第一バイオリンが静かな第一主題を示す。第二主題はえ、蝶々、第一バイオリンが高音域から、分散下行。 分散上昇するが、さらにファゴットが歌う主題に他の楽器が集まって発展する。その後、第一主題による短いコデッタを経て展開部に入る。展開部では主として第一主題を扱いながら転調していく。ここでは木管楽器の充実した処方が特徴的であり、木管のフレーズは再現部でも装飾適用法として現れる。やがて、音の持続上に フルートが第一主題を示して再現部となる。再現部は第一主題部は短縮されているが、第二主題以降は概ね型通りである。バイオリンにしばしば現れるトリルは小鳥のさえずりを象徴化したもので、この小鳥の描写はコーダに入ると明確に注釈入りで示されることとなり、フルートがさよなき鳥、り、オーボエが、うずら、クラリネットが格好をそれぞれ模倣して、 泣き交わす結びとなる、田舎の人々の楽しい集い、アレグロ、ヘ長長四4分の三拍子服を三部形式を取り、事実上のスケルツを確証。主部は、弦のスタッカート主題に、木管の旋律が二長長で応答する。これが繰り返されると、今度は、弦が二長長のまま主題を出し、木管は、長長となる。長丁は主張であるえ、長丁の属は音調であり。 早々へと公揚して、蝶々に戻る。ベートーベンが自然な音楽の流れの中で極めて、見事な超的コントラストを見せる部分である。主部の後半では、オーボの軽やかな主題が、クラリネットからホルムへと受け継がれて、この作品の大きな特徴である、感覚器の効果的な活用が強調される。また、オーボの旋律に、ファゴットが単純な音恵で愛の手を入れるのは、 オーストリアの田舎の楽隊が演奏中に居眠りしながら太目を覚まして楽器を持ち直したりする様子をユーモラスに描いたものと解釈されている。中間部では4分の2拍子となり、ここからトランペットも加わって盛り上がるが、性格の異なる3、4、5楽章が連続して演奏される構成のためか中間部は主部とのコントラストがベートーベンの他の三部形式楽章ほど、 強くない。以上が繰り返され、テンポプリモから主部が、やや変化した形で戻る。プレストに速度を上げて、クライマックスを築くと、アタッカーで第四楽章へと続く。第四楽章、ライウ、嵐、アレグロ、ヘタンチョウ、4分の4拍子、ティンパニ、トロンボーン、ピッコロが加わる。全曲で、最も描写的な部分、第三小説に現れる動機が主要な材料となっているものの、 古典的な形式には当てはまらない。音楽振興がリアルタイムを表現しており、時々刻々と変化する自然の様相が決して時間的に復帰することがないように、音楽形式の一般的構造である開始主部とその再現的な反復という枠組み構造に従っていない。火星的には主張の単六度上の変微調調から始まり、様々な調整領域を通って、 修学賞の属長である、波長長に収束する。こうした火性的な不安定さは、相対的に他の学章の安定性を際立たせている。まず、提言が、遠来のようなトレモラを示し、第二バイオリンの慌ただしい奏庫を経て、やがて全合奏の嵐となる。ここには、この作品で追求された重要な革新的語法が認められる。変二長長から変補短長、下短長へと転調する中で、 バス西部は半音階上行するが、これには、拡張の混音省略体の第一展開型による、弦7の和音が用いられている。同時に、デュナーミクの面でもピアニッシモからフォルティッシモへと変化し、不安と緊張を表すという弦7和音の性格が二重の意味によって利用されている。ヘタン調の確立後、バス西部でチェロは五連符による五度上行。 コントラバスは4連音による4度上降が重ねられ、一種のトーンクラスター的な不協和音を生じている。この両バス西部の岸シに、ティンパニの連打、感覚器の方向、バイオリンの装具が激しい風雨や稲妻の先行を暗示する。この楽章に用いられているもう一つの注目すべき語法は、強弱の急転換によるコントラストである。嵐は一時落ち着くかに見えるが、遠くの雷鳴に、 突然の稲光のようなピアニッシモと強だが交互に現れる。発展の中で再び激しくなっていく様子が示される。嵐の猛威はピッコロのきらめき、弦7和音を伴った半音外句の上下行によって表出される。ようやく嵐が鳴ると、大声ボエによる波長長のうららかな旋律が聞かれる。ここでは、楽章冒頭の変二長調の八分音符の音景が四倍に拡大され、 二分音符の動きとなって、優しく歌われ、雲が途切れて、日の光が差し始める兆しが伺える。そして、フルートの愛らしい上昇音景となり、アタッカーで、第五楽章に続く。第五楽章、第一主題とチェロの計画。ボッカー嵐の後の喜ばしい感謝の気持ち。アレグレとヘチョウチョウ、八分の六拍子ロンド形式と、ソナタ形式の混成による、ロンドソナタ形式。 冒頭、クラリネットの素朴な音形に、ホルンが音程を拡大して答えるが、ホルン5度による純粋かつ自然な響きが浄化された、感じを高める。加えて、ビオラとチェロによる、第1楽章同様の空白5度の保持音を、伴っており、ぼっか風が強調される。チェロのピチカートの上に第1バイオリンが、前奏に出た音形の展開型に基づく、主要主題を示し、第2バイオリン。 さらに提言とホルーン、木管へと移っていく。副主題は、波長長で、第一バイオリンに示され、第一楽章の第一主題との関連がある。この終始とともに、冒頭主題が回帰してくる。新しい中間主題は、変路長調、クラリネットとファゴットのオクターブで現れ、これに第一主題に基づく、展開風な計画が続く。やがて第一主題の前奏が、フルートに帰ってきて、 クラリネットがこれに応えると再現部となる。第1主題は第2バイオリンに出るが、同時に主要主題に基づく変装が無機誘導風な16分音符のオブリガート対戦率となって、第1バイオリンから第2バイオリン、ビオラとチェロへと受け継がれて紅葉していく。第2主題はエちょで戻ってくる。定時部と同様に再現部が終わると、ここからち大なコーダに入り、第一主題による、 変装的展開となり、大きな高揚を示す。その過程では、クラリネットやファゴットの短いリズム音景に、第二楽章の小鳥のさえずりを思い起こさせるネ色ョや、響きモデル、チェロとファゴットに16分音符のオブリガート対戦率が、再び出ると、ここから無給動風な立動が大きなうねりとなって、最後のクライマックスを呼び起こす。頂点から急速に音量を落として、 ピアニッシュモで弦楽が主要動機を示し、最後は、弱音キをつけたホルンが、学章冒頭のクラリネットの原主題を改装し、各弦楽がこう描くようなオブリガート音景を受け渡しながら下行し、全曲を閉じる。ありがとうございます。